田中碧がなんとレッドカードだ。なんと日本田中碧が退場。どこがなんだよこれは。いや日本の選手たちがすぐにビンジャハリ主審を囲むように、ゲームキャプテンの杉岡が真っ先に向かっていきます。どこがあるボールいってるじゃないか。足の裏を見せていったというプレーなのか、そういうことなんですか。足の裏を見せていった危険だということなのか。この映像で、まあ、想像できるとすればそういったプレー。いやーなんと前半のアディショナルタイム、なぜここまで日本に試練を与えるのか。仕上げる